冨安はやっぱり代表戦で怪我をしていた。次節の復帰可能性にもアルテタが言及。アルテタのコメントまとめ。冨安はアジアカップ最後の試合で怪我をした。離脱期間はあまり長くはならないと予測していたが、想定以上に回復に苦しんでいた。冨安はアーセナルに本当に必要な選手で、何ヶ月も離脱するリスクは犯せなかった。そのため復帰をより確実にするために離脱期間を延長していた。昨年末の怪我の再発ではない。トレーニング次第で月曜日のシェフィールドユナイテッド戦でベンチ入りする可能性がある。冨安大事にしてくれてありがとう。冨安次節いけそうなのか。頼むからもう怪我しないで。代表戦に冨安は呼ばないでください。必ずどっかしら怪我して帰ってくるから。冨安がここから怪我に強くなる可能性は正直そんなに高くないと思ってる。ゼロではない。筋肉系の怪我が癖になってるときついよね。戦術とまではいかなくても、ある程度の決まり事を森安らが決めてれば劣勢な対応もしやすいのに、何の整備もしないせいで冨安が踏ん張っちゃって怪我してんの。マジで、マジで。怪我しないでよ、トミー。